こんにちは。主食はお米です。元気に、復活ダンジョン、ミスチェックアカデミー2。周回されているでしょうか。今回は、メンテボに、もらった、博士の書物について、解説します。ダンジョンでドロップする、魔法の羽ペン。スキルが、強化素材にしたらスキルの、レベルを上げちゃうかもとか、書かれていますが、すぐには、使わないでください。実は、博士の書物を進化させるのに、必要な素材になります。どんな感じに進化させるかというと、羽ペンで進化させます。進化させても、石は、もらえませんがわら。そうすると、三属性の進化分岐に分かれます。火属性は、パラメーターアップ。水属性は、回復個分。そして、森属性は、防御個分になります。すべての、個分に、軽減が 2% ついています。どの属性に、進化させるか、迷いますが、自分の欲しい個分に、進化させましょう。使う可能性を、考えると、火属性、水属性が、私的におすすめです。今回は、とりあえず、火属性に進化させます。そして、もう一段階進化します。一応、ゴッドまで進化できます。ゴッドまで、進化させた、スキル内容ですが、こんな、感じ。まず、火属性ですが、パラメータアップ個分で、スキル威力 30% から 40% アップし、追加で、攻撃力と、素早さを1段階上昇し、火属性から受けるダメージを、2% 軽減します。かなり優秀ですね。次に、水属性ですが、回復個分で、スキル威力 30% から 40% アップ。追加で、HP を 8% 回復し、水属性から受けるダメージを、2% 軽減します。最後は、森属性ですが、防御個分で、威力 30% から 40% アップ。追加で、防御力を、2段階上昇し、森属性から受けるダメージを、2% 軽減します。能力的に、すべて、ぶっ壊れクラスの個分スキルですが、欠点がありまして、最大レベルが1になりますわら。これで、影響してくるのが、若干ですが、デッキの HP と防御が下がります。博士の書物は、2枚しかもらえないので、3属性の中から、2つ選択になります。当然、同じ属性でも構いません。これを、いらない人は、無視して構いませんが、欲しい人は、すべて進化させてから、余った、羽ペンを使用しましょう。ご視聴、ありがとうございました。